今回のいちごのグルメは神保町にあるハンバーガー屋さんフォークバーガーズ&ビアーズに行ってきたよ。最近いちごはクラフトビール×ハンバーガーにハマってるんだ。クラフトビールを飲めるようになった頃からお店を調べてみたら、よくハンバーガー屋さんがヒットするなって思ってたので、食べてみたらその食べ合わせが最高だったんだ。そんなわけでこのお店でも最高の組み合わせを堪能してきちゃいました。お店の場所は半蔵門線、都営三田線、都営新宿線各線の神保町駅の A2 出口から徒歩2分。私はね、この日秋葉で用事があって、そこから歩いて行きました。それでも20分か30分ぐらいかな。で、帰り道は水道橋、水道橋駅っていうところも歩いて10分ぐらいの距離だったので、そこまで散歩して帰ってきました。水道橋は後楽園とかの、東京ドームとかがある方の駅で、神保町ともすごく近いところなので歩いていけます。アクセスがどこからも良い素敵な場所にあります。じゃん、お店の外観はこんな感じ。路面店になっていて、すごい見つけやすい場所にあります。おしゃれな雰囲気があって、一見ハンバーガー屋さんで一瞬わかんないんじゃないかな。すごい可愛い外観をしています。はい、気になるメニューはこちら。普通のレギュラーメニュー以外にも季節でのハンバーガーとかがあって、私はこれも夏に行ったちょっとだいぶ前なんだけど、高野のフルーツバーガーっていうのもあって、これもすごい気になりました。今だったら何やってるのかな、また行かなきゃ。はい、こちらがビールメニュー。クラフトビールのメニューもすごい種類があって、どれ飲もうかなってすごい真剣に考えちゃいました。ハンバーガー1個だったら、本当はね、なんか2杯くらい、ハンバーガーくくる前に1杯、ハンバーガー着ながらもう1杯みたいな感じでいけるかなと思うんだけど、いちごはまだクラフトビールも初心者なので、とりあえず1杯だけ頼みました。今回頼んだビールがこちら。じゃん、かわいかろう。こちら私が選んだのは、ダブルシトラドリームっていうフルーティーなビールを頼みました。なんかとろみがあって、見た目はなんかリンゴジュースみたいな見た目なんだけど、いろんなフルーツが入ったすごいトロピカルでジューシーでとろっとした甘くて美味しいビールでした。お待ちかねのハンバーガーはこちら、ゴーダ味噌ミートバーガー。このハンバーガー、サラジャパンメニューアワードで過去2年連続で1つ星を受賞してるんだって。どうしてもアボカド食べたくって、アボカドトッピングを追加。オリジナルバーガーのゴーダ味噌ミートバーガーのアボカドトッピング完成。海苔と味噌、日本人が嫌いなはずがない。そしてビールが間違いなく合う。付け合わせのポテトもめちゃくちゃ美味しかった。本当に美味しかった。カウンターに座ってると、この食べ応え満点のハンバーガーを作る姿が見えて、それも楽しい。神保町は他にも美味しいお店がいっぱいあるので、本を見に行きながら開拓を続けていきたいと思います。はあ、今回も全部美味しかったな。では今回もごちそうさまでした。